いやあ、いらっしゃい。雪から雨に変わった日のことなんですが。ああ、あの日かい。黒い車、見ませんでしたか。黒い車？あ、そういや、ほら、相田さんの女の子。原崎ですか？うん、泥水跳ねられたって怒ってたな。詳しいことは知らないけどね。そうですか。よく来ました、迷える子羊よ。すいません。悩み事が終わりのようですが。ええ。では、占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では、何を占いましょう。運命の糸をお願いします。では見えてきました。探し人が終わりのようですね。ハサミ、カミソリ、包丁に関わる人があなたの道を開くでしょう。そうですか。他にも何か占いますか？いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。外出中かな。
あのごめん、徹夜明けなんだ。客のお守り捨てた。今日は。そうですか、すいません。すまない、疲れて。話なら。どけよ。 What? Go home! ママ、心配でしゅ。どけよ。What? Go home! Hey, you! You know me! Machina!なんだてめえ。あのガキの来るところじゃねえ。帰りな。親父さん。おお、亮か。いろいろと。ええ、体はもういいのか。ええ、あまり無理す。ちょっと込み入った話。そうします。三千。失礼します。あのよ、なんだ。ちょっと雪の日に。さあ答えよう。そうですか。ちょっといいかな。なんなよ。見たち。Go away!あの、Hey boy, you と話してる暇ない。Ask someone else.雪の日に黒いく。何度聞かれても、車体の色の他に車種がわからねえと検。そうですか。やってないのか。
れないか。閉まってるな。美奈子さん。何？あの日。あの日って、あの…ええ。そうですか。美奈子さん、あの…ねえ、葉月くん。使い捨てカメラって使ったことある？俺は、まだ。そう、残念だな。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。葉月くん、またね。辰巳さん。おう、どうも。今、いいですか？ああ、悪い。そうですか。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。じゃあ、くじを一回引いて。外れか。ごめんね、せっかく買ってくれたのに。開いてないのか。トム。はい。そろそろ帰るか。Thank you.
すいません。何？最近。さあな。そうですか。失礼します。1回100円か。ちょっと聞いてみよう。やめとくか。すいません。お客さん一人。あの、最近見なかったわよ。そんなことよりゆっくり。いえ。じゃあ。100円で20枚か。遊んでみるか。いくら使おうか。ここまでにしとくか。一ベッド台にしておくか。いや、やめとこう。すいません。何か聞きたいことがある。何でしょう。最近黒い車、黒いスーツを着たおっさあ、もうこんな時間か。そろそろ帰ろう。余ったコインはこちらでお預かりしますよ。じゃあお願いします。ありがとうございました。いつもすまないな、イネさん。リョウさん、お出かけですか？ああ。昨日帰りが遅かったようなんですが。ちょっと。せめて11時までにはお帰りください。ああ、わかってる。
おじさん。よう、りょうちゃんか。あの日、黒い車を見ませんでしたか。何？黒い車？黒の大きな乗用車なんですが。そういえば、花屋ののぞみちゃんが黒い車に泥かけられたってな。原崎が。母ちゃんが見てたってんだ。聞いてみなよ。わかりました。おじさん、黒い車は。さあ、そういう、どうだい？聞いてみちゃ。そうですね。あの、いらっしゃい、りょうくん。服部さん、なんだい。あの日、だから、そうです。他に誰、今。そうか、犯人のやつめ。ええ。閉まってるな。すいませんけど、声かけるなら他の子に。新吉おじさん。よう、りょうちゃん。黒い車のことで何か知りませんか。ん？どういうこったい？あの日、黒い車を見たとか。いや、俺は見てねえな。あの日は雪と雨で客が少なくてよ、競馬新聞ばっか読んでた。そうですか。黒い車か。おじさん、それじゃあまた。待った、りょうちゃん、思い出したぞ。え？花屋の間の娘が言ってた。あの日、乱暴な運転の車に泥はねられたって。じゃあ失礼します。おいおい、最後まで聞いてくれよ。新吉おじさん。よう、りょうちゃん。間の娘。ああ今日も。わかりました。新吉おじさん。よーりょ。黒い車の。ああ、花屋の。わかりました。絹代おばさん。いらっしゃい。あの日、黒い車を見ませんでしたか。あの日は私お休みだった。何も。そうですか。やってないみたいだな。
これもらえるかな。はい、ありがとうございます。これ秘伝書って言って、読んで練習すると強くなれるっておじいちゃんが言ってました。いや、こんにちは。こんにちは。大石さんは？おじいちゃんよ。そう、うん、偉いな。お店番す、いちごのケーキも。そうか、ちょっと聞き、なに？黒い車を。え？雪から。おお、私風邪ひ。そうか。こんにちは。お、すみません。雪か。黒い車、猛スピードで。さあ、あの日は。そうですか。あ、そういや、本当です。色までは覚えてねえけど。そうですか。原崎。葉月君、少し落ち着いた？ああ。私にできることがあったら何でも言ってね。ああ。雪から雨に変わったあの日、車に泥をはねられたって聞いたけど。ええ。どんな車だった？黒い車で、この辺ではあまり見かけない高級車だったわ。乗ってたやつを見たか？うん、そこまでは。でも、トムさんが黒い車の人と言い合いになったって噂を聞いたわ。トムってホットドッグ屋の？そう。その車がどうかしたの？いや、じゃあまた。葉月くん。ん？元気出してね。ああ、それじゃあ。トム。ヘイ、リオ。黒服の奴らのことを教えてくれ。 What？ 原崎に聞いたんだ、あの日黒い車と揉めたって。ん、ノー、覚えてないね。親父を殺した連中かもしれないんだ。ファーダービョーノ。頼む、どんなことでもいい。オッケー、話すよ。乗っていたのはどんな奴だった？見かけない服の男、座ってたね。どんな服だ？ディープグリーン、ベルベットタイプで、チャイニーズが着るような服よ。乱定だ。何があったんだ？お客さんぶつかりそうになって文句言ったね。でもすごい目で。奴らのこと。 NoChinese のこと。中国人。 Sorry But Tom もまた。ああ。おい、ちょっと待ちな。葉月、俺にぶつかっといて挨拶もねえのか？てめえ、榎木さんにまみれろ。それともここで勝負しようってか？相手してる暇はない。
俺に構うな。そうはいかねえぜ。おら、おれ、この野郎。うわ、やりやがったな。うへえ、うわ、つえ、なんてやつだ。俺にはお前らを相手にしてる時間はないんだ。はい、すいません。もう二度と俺に構うな。いいな。わかりました。おい、大丈夫か。しっかりしろ。よく来ました、迷える子羊よ。お困りのようですね。はい。では、占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では、何を占いましょう。幸運の鍵をお願いします。新たな道はまだ見えておりません。そうですか。他にも何か占いますか。いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。まだ開いてないか。おじさん。はいよ。この辺りでおじさんたちの他に中国人って。中国人がどうしたあるか。ああ、いえ、ちょっと。もしかしてお父さんの事件に関係が。はい。あ、いや、中国人みんな悪い人間と違う。悪いよ。分かってます。でも手がかりは中国人ってことしか。お願いします、教えてください。この辺りの中国人って言っても昔と比べて随分増えてある。新しく来た人たち、私たちわからない。そうですか。あんた、山東の人たち教える、よろしい。ああ、山東。山東、
三刀って三つの刀と書いて三刀を言うある。三つの商売意味するよ。床屋さん、仕立て屋さん、料理人、みんな刃物使う商売ある。床屋さんはカミソリ、仕立て屋さんはハサミ、料理人は包丁ね。ああそうか。日本に来て商売する中国人大体三刀ある。元でかからない、すぐ商売できる。それにみんな仲間、いろいろ知ってる。中国人探すなら三刀に聞くよろしい。この辺りにいる三刀の人たちって、床屋さんなら前田さん、仕立て屋さんなら今はワッペン作ってる糸井さん、料理人なら満腹家に聞くよろしい。三刀の人なら中国人のことよく知ってるある。床屋さんは龍理髪店もあるけど、お父さんの龍さん入院しててお家大変ある。最近店開けてないよ。じゃあ前田さんと糸井さんと満腹券ですね。はい、わかりました。ありがとうございました。すいません。ああダメ、最近またにしてよ。すいません。ああどうも。服部さん。どうも。お店、まあサッカー、私は売れ、野球は、あの服部さん、いや急いでるので今度、ま、ああそうか、じゃあ、ま、はい。閉まってるな。すいません。なーによ、うるさいわね。で、どうすんの？国内？海外？ツアー？え？え？ってあんた予約に来た？いえ、旅行。じゃあ客じゃないなら帰っ、あの客じゃない、帰って。すいません。お、いらっしゃい。忙しいですか？いやー、それがね、思ったほど独立したわ。あの味には自信、ビーフもピクルスなんか。そうですか。あのホットドッグってあそこにはマック。それじゃあ、原崎。葉月くん、私ん、気持ちはわかるけど、このままじゃ。でもわかった。おばさん。ああ、りょうちゃん、群馬の子、稲さんに伝えてもら。そうしてみます。赤坂さん。亮、
どうした？そのジーンズ少し色落ちして、でも当たら…いや、そうか。それじゃ。閉まってるな。閉まってるな。ようこそ占いの館へ。すいません。悩み事が終わりのようですが。はい。では占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では何を占いましょう。幸運の鍵をお願いします。まだ水晶は何も語ってくれません。そうですか。他にも何か占いますか。いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。すいません、悪いんだけど最近疲れ、他の人に聞いて。あの、すみ、ここらは。そうですか。絹代おばさん。あいら。最近忙しいんですか。あら、そんなことないわよ。でもね、舞が久かぐらい手伝ってくれればね。舞も根はいい子なんだけどさ。それにしてもいつまで続くんだろうね、この寒さは。早くあったかくならないもんかね。はい、じゃあまた。はいはい、また。トム。はい、よー。黒服のや、ナッティン。そうか。すいません。はい。あの、ご旅行で冬の宮大変好評パンフレット。いえ。
栗田さん。いや、どんなもの？プレミア使わったサバイ、最近はコピーが、うちは。そうです。あの、いや、おじさん、三頭って知って、りょうちゃん、誰から聞いた？父さんからで。そっか、そっか。それで、だったら、りゅうさんに聞いてみ、りゅうさんです。そうそう、理髪店の。わかりました。でも、糸井さん、どうして三頭？昔、日本に帰化、中国にいた時の名は、そ、ケンチン。そうだったんですか。ありがとうございました。それじゃすいません。よう。今いいですか。ああ、なんだい。龍理髪店ってどっちでしたっけ。ハンバーガー屋のずっと先だよ。ファニーベアの先ですね。わかりました。ありがとうございました。あの、前田さん。なんだ。龍理髪店ならハンバーガー屋のずっと先。行ってみます。じゃあ。面白そうだな。買ってみるか。ん？こいつは。もう少し遊ぶか。やっぱりやめよう。リュウさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はどのように？いえ、違うんです。中国人のことをお聞きしたくて。あなたは？葉月と言います。山の瀬の葉月武官の。葉月さん。ほら、あなた、新聞に出てた雪の日の。ああ、いろいろ大変だったようですね。蘭亭という中国人を探しているんです。父さんたち三頭の方々はみんな劉さんが詳しいだろうと。父さんの紹介だったんですか。中国人といっても私は二世なので、あなたのご期待には。あなた、みんなお父様のことをおっしゃってるんじゃない。ああ、そうか。その方は80になる私の父です。戦前から横浜で商売していたので、確かに父なら。風邪をこじらせて入院してて、昨日退院したところなんですよ。いろいろあって店を休んでしまって。もう大丈夫なんですか。ピンピンしてますよ。スズメ公園で久々に体でも動かしてるんじゃないかしら。スズメ公園ですか。ぐるっとドブ板を一周散歩してお蕎麦屋に寄るのが日課で。ありがとうございます。行って訪ねてみます。
田島。え？なんだか当たり前でしょ。そうだな、のぞみに。お前や中村が。まったくもう、あんた。じゃあな。あの申し訳。あとに、あのそうだが、君は葉月と言います。山の瀬の葉月武官の。ああ、噂には聞いている。蘭亭と名乗る中国人を、アジイチの父さんたち三頭の方々が。劉さんなら何かご存知。おお。理髪師、調理師、仕立て師を指すと。さよう。いつ何時刺客に狙われるやもしれない皇帝を、カミソリ、包丁、ハサミを持ってお守りした誇り高い仕事師たちだ。蘭亭のことですが。その呼び名から察するに、あるいはそんな奴らがこの世紀の入国手続きを踏まず、近辺の船員に聞いてみなさい。船員か、探してみます。本当に頑張りなさい。ミキさん。ハロー。船員よ。船員さん。本当ですか。この辺。え、この辺よく。それぐらい。そうですか。ミキさん。なに。船員さん、見かけるだけだよ。そうですか。じゃあ、すいません。ご注文どうぞ。いえ、聞きたいことが。何でしょう。船員が集まりそうなところ知りませんか。さあ、姿はよく見かけますけど。どこで。この辺りですよ。うちにはあまり来ませんけど、ここらで飲んでるんじゃないんですか。
そうですか。ガキが来るところじゃねえ。帰りな。コイン、お預かりしていますよ。ありがとう。すいません、何かご用ですか？聞きたいことが。何でしょう？どこか船員の集まりそうな場所。船員さあ。お客さん、お客さん。何ですか？余ったコインはこちらでお預かりしますよ。じゃあお願いします。ありがとうございました。すいません。いらっしゃい、亮君。服部さん。なんだい？船員をさ。船員？夕方うろついとるのは見かけるが、それだけだぞ。知り合いもおらん。そうです。なんなら肉屋さんの。ああ。あいつは昔かなりの悪でな。この辺の番長だったから。そうです。ありがとうございます。すみ、ちょっとや。そうですか。すいません。まあ、聞き。なんだい？船員を探し。船員？酔っ払って店の前で騒いでいくよ。うるさくて。だから俺。はあ。じゃあまた。どうも。船員が集まるとこちらに船員は来ません。船員？来ないわよ。そんなことよりゆっくり。いえ、じゃあ。どうした？ちょっと。おお、まだガキのくせし。てめえ、聞きたいことが。この野郎、文句あんのか？親父さん、龍か。この辺で船員の集まりそう。船員？夜になったらこの辺のバーに。いくら？バー。わかりました。
マリオ。いらっしゃい。ペッツァマルガル。おいしい。今度もらうよ。ほー。じゃあ、また。シャオ。おじさん。おお。ちょっと聞きたいことが。すまねえ。そうですか。はいはい。いえ、聞きたい。船員の集まり。見かけはするけど。あ、そうですか。じゃあ、また。いらっしゃい。スクールボーイにはミルクがお似合いだぜ。あいつらは船員か。さあな。中国に出入りしてる船員を探してるんだ。坊主、刑事ドラマの真似ならよそでやんな。俺に構うな。ガキのくせに生意気な。いてえぬ見てえぬか。ほら。You fresh? その辺にしときな。ずいぶん派手にやってくれたな、坊や。俺は中国の組織について知りたいだけだ。教えてやる。え？その代わり、二度と顔を出すな。わかった。チャーリーって男を探せ。チャーリー？奴は密輸ブローカーで裏の世界に顔が利く。その中国の組織ってやつも知っているはずだ。どこにいる？奴の愛車はアメリカンバイクだ。その辺のバイクショップを当たってみな。チャーリーの格好は？奴はいつもグラサンに黒い革ジャンだ。それと腕に入れ墨を入れてたな。腕に入れ墨。話は終わりだ。消えな。おやじさん。りょうか。チャーリーって男を知りませんか？チャーリー？知ってるんですか？ファッションだけでバイクに乗ってる嫌な野郎さ。本当のバイク乗りじゃねえよ。どこに住んでるか分かりますか？さあなあ、たまに来るだけだし。そうだ、鶴岡んとこに行ってみな。鶴岡さんってスカジャン屋の？やつんとこにたまに顔を出すって言ってたぜ。分かりました。
すいません。お客さん。あの、チャーリーって男。チャーリー？黒い革ジャンに腕に入れ。さあ、見たことないよ。そんなことよりゆっ。いえ。じゃあ。ハニーさん。はい。チャーリーって男。チャーリー？黒い革ジャンに。Sorry。そうですか。トム。はい。ウィオ。チャーリーって男。チャーリー？グラさんに黒い。No。知らないね。そうか。栗田さん。よう、あんたか。チャーリーって男を知りませんか？え、チャーリー？黒の革ジャンにサングラスで。たまに店の前うろついてるやつだ。買う気もねえくせに売り物に文句垂れていきやがる。チャーリーはいつここに？大抵スカジャン屋覗いた後でうちにフラフラ寄ってくるんだ。そういうやつはクブクリン冷やかしなんだよね。そうですか。面白そうだな。買ってみるか。やった。もう少し遊ぶか。やっぱりやめよう。すいません。何か人を探してるんです。チャーリーという。チャーリー？そうですか。じゃあまた。あの、なんだ。ちょっと。おう、さ、一回100円か。一曲かけてみるか。いや、やめとこう。閉まってるな。すいません。何でしょうか。あの、ごめんなさい。あ、はい。まだこの辺で情報が得られるかもしれないな。
お客様のおかげになったね。やってないみたいだな。おやじさん、お、相変わらず。ようこそ占いの館へ。あの、お困りのようですね。ええ。では占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では何を占いましょう。運命の糸をお願いします。では、見えてきました。男の人が浮かび上がりました。どのような方か分かりませんが、あなたに深く関わる人物となるでしょう。そうですか。他にも何か占いますか。いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。もうこんな時間か。今日は早く帰らないと。
お帰りなさい、リオさん。ああ、ただいま。遅いので心配しておりました。大丈夫だよ、11時までには帰るから。あまり口うるさいことは言いたくありませんが。ああ、分かってる。いつもありがとう。やめなさいよ。なんだよおめえ。原崎の声だ。いい度胸してんじゃん。俺たちが何者か知ってんのか。何者なんて関係ないでしょ。子供をいじめるなんて最低だわ。ずいぶんカッコつけんじゃねえか姉ちゃん。このガキはな、えのきさんの顔にそのおもちゃをぶつけやがってんだ。悪ガキにはお仕置きしてやんねえとな。それくらい許してあげたっていいでしょ。かわいい顔しちゃって俺たちとお友達になりたいのかな。う、寄らないで。なんだとこら、女だからって容赦しねえぞ。女だからって見くびらないで。面白い。原崎。あ、葉月くん。なんだてめえ、やろうってのか。俺は構わないぜ。てめえ。おらおら。原崎に二度と近づくな、いいな。分かったよ。ありがとう、葉月くん。ありがとう、お兄ちゃん。原崎、無茶すんな。でも、あの人たちがあんな子供に向かって。分かってる、でも話して分かる奴らじゃない。でももう関わるな。分かった。
なってるな。よ、ああ毎度。どうしたんだ。喉乾いてジュース欲しいけど、僕小さいお金ないです。おごるよ。誰がいい。あなた優しい。僕嬉しい。僕飲むです。あなたのおすすめ。おすすめか。そうだな。ほら、おすすめありがとう。僕もらうです。店忙しいのかい。ああ、少し。あなた店また来るです。親父さんおすすめ食べにでも。ああ、とおじさんたちによろしく伝えてくれ。僕わかった。親父さんたち伝えるです。じゃあ僕行く。用事あるです。あ、じゃあな。はい、バイド。すいません。あ、どうも。チャーリーって。チャーリーですか。黒い革ジャンにサングラス。ちょっとわからないで。そうですか。すいません。はいはい。あの、なんだい。チャーリーというチャーリーサングラスをしてバイクに乗ってるらしいんです。バイク。ほら行ってみます。あの、すいませんけど知らない人と。じゃあ、すいません。お、チャーリーという男を探してるんですが。どんなやつだ。サングラスに変わっさあ。そうですか。糸井のおじさん。よう、いらっしゃ。チャーリーって男を知りませんか。チャーリー、チャーリー。ああ、近頃の若い人は
自転いえ自転車のことさあそうですか。すいません。よう。チャーリーって男を探してるんですが。チャーリー？いつも黒の。ああ。知ってますか。うちのスカジャンに何癖つけたやつがいるのよ。これ見よがしに入れ墨散ら。そうですか。その入れ墨の。ああ。来たからの悪いやつで腕の。ありゃろ。その男の居場所とかは。いや。そうですか。小峰さん。いやいらチャーリーってチャーリーね。腕に入れ墨。いやそうですか。あよ焼きたての。いえそう。タムさん。おっす。チャーリーってチャーリー。わかりません。ただちょっとわかんない。そうか。ゆり子さん。あら、りょうくん。チャーリー。知ってるわよ。ひょっとしてりょうくん、また喧嘩？いえ、ちょっと。りょうくんに喧嘩なんて、あのチャーリーって人だ。そうですか。店長。いやー、はっ。チャーリーって黒い革ジャンに。ああ、さあ。多分間違いな。そうですか。ここで練習できそうだな。少し体を動かすか。一汗流していこう。こんなとこか。山岸さん。おお。チャーリーという。チャーリー。黒い革ジャンに。そんない。ああ。わかりました。リュウさん。おや。なんだ。チャーリーという男。チャーリー。よくわからない。黒い革ジャンに。そんな男。そうですか。悪い。他の人に。ゆかちゃん。ゆかのパパのパン屋さんなの。パパのパン一番好き。なんだい？ゆっくり寝てたいんだよ。用がないなら帰ってくれないかな。すいません、出直します。
栗田さん。よう、あんた、チャーリーって、え、黒の革ジャンに、たまに店の前うろついてるやつだ。買う気もねえくせに。チャーリーは大抵そういうやつ。そうですか。チャーリーは、なんときゃ、今から、そうですか。よく来ました、迷える子羊よ。すいません。悩み事が終わりのようですが。はい。では占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では何を占いましょう。幸運の鍵をお願いします。では、見えてきました。夜の通りにあなたの求める人がいます。そうですか。他にも何か占いますか。いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。ここで練習できそうだな。練習してみるか。よし、やるか。
こんなとこか。こんなとこか。山岸さん。おお。チャーリーと。チャーリー。黒い革じゃ。ああ。わかりました。タムさん、オス。チャーリーってチャーリー。わかりません。ただちょっと、そうか。ここで練習できそうだな。練習してみるか。一汗流していこう。ここまでにしておこう。店長。いやあ、ハズキ。チャーリー、黒い革ジャン。ああ、さあ、多分。店長、チャーリーって。バラのトゲ。ああいうの。そうですか。QT タイトル1回100円。 Hey kid! Give me your best shot! ちょっと遊んでみるか。
try. Ready, go. なんだが聞きたいことうるせえんだよ。この野郎な文句は。山岸さん。おう、亮君か。こんな時間にどうしたんですか。一杯やってたんだよ、君の父上と。親父と。うん、こう見えてもわしは昔古武術を習っておってな、君の父上とよく手合わせをしたもんだ。手合わせの後はいつも二人して飲んだからな。お、そうだ、こんな技を習ったことはあるかね。え、見ておきたまえ。山岸さん、その技は。昔岩尾君にも教えた古武術の技だ。親父に。古来より意気投合した武術家同士が互いに技を交換して友情を深めたんだよ。ちょうどいい、これも何かの縁だろう。君に教えようと思うがどうかね。ぜひお願いします。うん、だったら善は急げだ。今ここで教えよう。古武術の重ね当てという技だ。まず型を説明する。よく見ておくんだぞ。まず一歩前進し、同時に腕と足に力を込め長打を放つ。これが重ね当てだ。まずは体さばきからやってみなさい。素早く重心を前に移すんだ。よし、いい感じだ。次は全身と同時に腕と足に力を込め長打を放つのだ。さあやってみなさい。上出来だ。
この短時間で身につけるとはなかなか筋がいい。ありがとうございます。この重ね当ては戦国時代に編み出されたものでな、章を二度続けて当てることで鎧を着た相手にも衝撃が伝わるよう工夫されている。本当に身についたかどうかもう少し練習するかね。はい、お願いします。よし、稽古熱心なのはいいことだ。さあ続けようか。納得はいかないのならもう少し続けてみるかね。いえ、もう大丈夫だと思います。そうか、わしももう年だ。体が動くうちに教えることができてよかった。君はまだ若い、父上を超えるよう頑張るんだぞ。はい、ありがとうございました。いつの日か君とも酒を酌み交わしたいものだな。ええ、その日を楽しみにしているよ。糸井のおじさん。よう、いらっしゃい。チャーリーってお…チャーリー、ああ、いえ、さあ、そうですか。ここで練習できそうだな。練習してみるか。一汗流していこう。こんなとこか。Thank you.
こんなとこか。田島、何人を探す。チャーリーって外人の。そうか、じゃあな。トム。はい。チャーリーってチャーリーグラさんに。 No。 そうか。すいません。何でしょう。チャーリーって男。そう、そうですか。すいません。すみ、男性。そうですか。栗田さん。よう。チャーリーってお、え、黒の顔。たまに買う気も。チャーリーは大抵そういう。そうですか。チャーリーは夜いかにも。そうですか。チャーリーはこの前今から。そうですか。チャーリーは夜いかにも。そうですか。直行。ああ、人を探してるんだ。チャーリー。チャーリー、どんなやつな。黒の革ジャン、バイクに乗っ、ライダー。チャーリーのこと。よ、ああ、ならバイク屋。ああ、なんかわかる。行ってみるよ。スペースハリアー1回100円。ちょっと遊んでみるか。
すいません。何か人を探してるチャーリーという。チャーリー、そうですか。じゃあまた。栗田さん。よう、あんたか。チャーリー。え、黒の皮たまに見買う気もねえくせに。チャーリーは大抵そういうやつ。そうですか。チャーリーはなんときゃいかにも。そうですか。栗田さん、チャーリーは夜かな、スカジャン屋から出てくんだ。今からプラプラ。そうですか。ヘイボーイ、何か探し物かい。お前はノー、この間のお詫びしたいだけね。何？ストロングな男好きね。You are very strong よ。そんなことはどうでもいい。チャーリーという男の居場所を知らないか。チャーリー？ほほ、フレンドね。本当か？人を信じない。よくないね。ミーについてくるよ。チャーリーに合わせるね。引っかかってね、マヌケなスクーボーイ。チャーリーを知っているか。そんなやつ知らない。そのタトゥーはどこで入れた。沖縄。嘘じゃない。でも横須賀にもタトゥーショップある。ミのフレンド言ってたよ。タトゥーショップどこだ。 I don't know。Believe me.
栗田さん。よう、あんたか。タトゥーショップ。タトゥーあるって噂は。バシバシ。そうですか。トム。はい、ウィア。この辺でタ、ウィア。いや、サーリー。そうか。親父さん、リョウか。この辺にタトゥー、ああ、いる。そういや本当ですか。どこにあるか。さあな、ああ、そういやたまそいつらに、そのよくゲームセンターに出入りして。ゲームセンター、あの、なんだその入れ墨の。お前、ああ、このタトゥーはどこで入れた。そりゃい、そのタトゥーショップ。おめえ腕っチームに入るってんなら。わかった。本気だったら店は岡山。あの、なんだ聞きたいこと。うるせえんだよ。あの、この野郎、文句は。
イネさん、リョウさん、なるべくそうするよ。それじゃあ、はい。福さん。はい。岡山ハイツって、そうか、岡山ハイツの場、誰かから来、はい、岡山ハイツの場所だけど、誰かから聞いたら教えてくれ。了解っす。岡山ハイツの誰かから聞いたら教えてくれ。もちろんですよ。Thank you.